甘い香りが漂っています。万松寺通りの中でもこちらのひときわ白い入り口が目立っていますよね。お芋カフェ芋みからお伝えします。はい、さつまいもスイーツの専門店ですが、一押しなのがこちらの焼き芋、さつま未来といいまして、鹿児島県産の紅はるかを収穫した後100日間じっくりと熟成させて2度焼くことで最大限甘みを引き出しているんだそうです。皮から蜜がにじみ出ていますよね。このさつま未来を使った新しいスイーツが完成したということで、店長の山田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2品紹介していただきますが、まず1品目が大須の有名店ナポリピッツァのチェザリとのコラボから生まれたものだそうですね。はい、こちらがさつま未来のジェラートでございます。さつま未来のねっとり濃厚な甘さをぎゅっと詰め込んだジェラートとなっております。では味見をしたいと思います。うらやましいです本当ですね。いい感じに溶けてればいいんですけど、すくえますかね。すくえたんでしょうか。お、こちら、いや非常に濃厚ですね。はい、後味も後を引く甘さ、あら本当にこのさつま未来の良さが引き出てるというか、あーなんかリッチな気持ちになります。芳醇なコクがありました。はい、こういう、まあ、今回コラボから生まれたということですが、はい、コラボすることのメリットとか狙いみたいなものはありますか。はい、大須商店街の活性化につながればいいなと思い頑張っております。はい、まあ、特に今コロナ禍ですからね、お互いに手を携えてということもあるかもしれません。はい、そしてもう一品紹介していただきますが、はい、今度はこちらです。はい、これは、はい、こちらさつまいものミルフィーユです。さつま未来で作ったクリームを挟んだパイとなっております。サクサクのパイに大学芋や蜜芋をサンドしたお芋好きにはたまらない一品となっております。え、大学芋と蜜芋、はい、お芋の蜜漬けですね。ではいただきましょうか。食べたいです。あ、これも食べちゃうんですか。食べそうですね、どうやら羨ましいです、ね、これは難しいですね。サクサクすぎてね、うまいこと食べましたね。あ、サクって音が聞こえます。本当ですね。うん、これもさつま未来のねっとりとした甘みとサクッとしたこのパイ生地、見事なハーモニーですよ。ありがとうございます。はい、こちらはイートインメニューということですね。はい、はい、県内でお召し上がりということですが、この後もまた新しいスイーツ開発していくんでしょうか。はい、4月末には1周年記念があるので、そちらでも新商品出させていただきますので、ご来店お待ちしております。ということで、まもなく1周年ということですね。はい、まだ新しいお店でございますが、お芋カフェ芋みから中継でお伝えしました。